コレッタ・スコット・キングはアメリカ合衆国の作家、活動家、政治運動指導者、そしてマーティン・ルーサー・キング・ジュニアの妻であった。アラバマ州女性の殿堂に登録され、ジョージア州議会議事堂にて、遺体安置が行われた最初のアフリカ系アメリカ人である。コレッタ・スコットは公民権運動のファーストレディと呼ばれている。コレッタ・スコットはアラバマ州マリオン生まれ、 オバダイア・スコットとバーニス・マクマリー・スコットとの間で4人の子供たちの3人目として生まれた。コレッタは1945年にリンカーン市販学校を卒業したが、卒業式では卒業生総代として学校を卒業した。在学中にはトランペットとピアノを演奏したり、合唱団で歌ったり、学校のミュージカルに参加していた。コレッタは リンカーン市販学校の最終学年の時に、オハイオ州のイエロースプリングスにあるアンティオック大学に入学したが、入学後には財政援助を受けるために、異人種勧奨学金基金を申請した。コレッタは、伝統的に白人が多い学部で、最初の非白人教授となったウォルター・アンダーソンの下で、音楽を学んだ。コレッタ・スコットとマーティン・ルーサーキング・ジュニアの結婚式が、 1953年6月18日に、コレッタの母の家の庭で、父マーキンシニアにより行われた。コレッタは、結婚式で夫に従うという制約をしなかったが、これは当時としては珍しいことであった。ニューイングランド音楽院で声楽とピアノの学位を習得した後、1954年9月、アラバマ州モンゴメリーに、夫と共に移った。そこで、 バスボイコットなどの運動に関わるようになった。夫や娘ヨランダと一緒のキング夫人。1956年1954年9月1日にマーティン・ルー・サー・キング・ジュニアはデクスタード・ドーリ・バプティスト教会の専人牧師になった。それはコレッタにとってクラシック歌手になるという夢を諦めなければならない犠牲であり、コレッタ自身は大きな失望をしたが、 その運動に対する献身は、運動中のアフリカ系アメリカ人女性の行動の象徴となった。キング牧師夫妻は、この後、サウスジャクソンストリートの教会の牧師館に引っ越した。コレッタは、パブテスト訓練連盟と選挙協会に参加しながら、聖火隊のメンバーになり、日曜学校で教えていた。コレッタは1955年3月6日に、 ファーストバプテスト教会に歌手として出演した。E.P. ウォレスは、コレッタが、コンサートの監修を魅了したとその様子を述べている。1956年1月30日、コレッタとデクスター教会の集会メンバーである、ロスコー・ウィリアムズの妻、メアリー・ルーシーは、玄関前のコンクリート製の床を打つ、レンガ状の音を聞いた。家を揺り動かし、爆発によって、家が揺れ動き、 煙と砕けたガラスで、今はいっぱいになり、家がかき乱されたので、コレッタの視者で二人とも今から出て客室に移った。二人は家の裏手に行き、そこで、ヨランダを寝かせた。コレッタはまずバプテスト教会に電話をかけ、対応に出た女性に、自宅の爆破に関することを伝えた。マーティンは自宅に戻り、コレッタと娘が無事であることを確認して、外に出た。 マーティンは怒っている大勢の彼の支持者たちと向かい合ったが彼らは銃を持っていたのでキングはとっさのスピーチで彼らを沈静化させた白人男性がマーティンキングの家の玄関前の途中まで来てドアに向かって何かを投げ込んで車に戻り急いで立ち去ったと唯一の目撃者によって報告された唯一の目撃者であるアーネスト・ウォルターズは 事件が素早く実行されたため車のナンバープレートを覚えることができなかった。キング夫妻の双方の父親は爆破の件でキング夫妻と連絡を取った。二人の父親はマーティンの母と兄弟と共にほぼ同時に落ち合った。コレッタの父親 B は義理の息子のマーティンが家族全員で娘と孫と一緒にアトランタに行かなければ娘と孫をマリオンに連れて行くと言った。 マーティン・ルー・サー・キング・シニアもこれに賛成していたが、コレッタは父の言葉を拒否して、夫と一緒にここに泊まると主張した。作家のオクテービア・ビー・ビビアンは、その夜、コレッタは死を恐れなくなった。マーティン・キングが4日前に人生で初めて投獄されたように、自由のための公民権運動により深く身を捧げるようになったと書いている。この時コレッタは、 マーティンが知っていたことを支援するという見地から、私が夫にとってどれくらい意味のある存在なのかということに初めて気づいたと後に言っている。1976年の民主党全国大会に出席したコレッタ・キングコレッタ・スコットは1977年の1月14日に、ロザリン・カーター、アンドルヤング、ジミー・カーターと他の公民権リーダーたちと一緒に、 アトランタのエベニーザー・バプティスト教会を訪れた。マーティン・キングが暗殺された1968年の翌年から毎年、コレッタはマーティン・ルーサー・キングの誕生日である1月15日にエベニーザーのバプティスト教会で模様される誕生記念の礼拝に出席した。コレッタはその日を国民の休日にするために何年間も戦った。1972年コレッタは 少なくとも、年にた日は、アフリカ系アメリカ人に捧げられた国民の休日があるべきだと述べ、そして、現時点でマーティンは、我々の中で最高の候補者だと言った。コレッタは1986年についにこの運動に成功し、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの誕生日は、キング牧師記念日は、アメリカ合衆国連邦祝日に制定された。コレッタ・スコットは、 1983年11月2日、ロナルド・レーガン大統領によるマーティン・ルーサー・キング・ジュニアの誕生日の祝日制定の署名式に出席した。1990年代の間コレッタは複数回住居侵入に遭い、そしてこの地域での女性殺害を認めたリンデン・フィッツ・ジェラルド・ペースに遭遇した。犯人は夜中に侵入し、コレッタがベッドに座っている間に、 彼女を見つけた。事件の後、家には8年間住んだが、コレッタは短い期間歌手のエルトン・ジョンとジャネット・ジャクソンの家であったマンションに移った。キングファミリーはロイド・ジョーズを訴えていたが、1999年、マーティン・キングが殺人事件陰謀の犠牲者であったという賠信の判決を得ることに、ついに成功した。ロイド・ジョーズはマーティン・ルーサー・キングを ジェームズ・アール・レイ以外の人に殺害させるために6年前に報酬を支払ったと主張していた。2000年4月4日、コレッタは息子たちや娘バーニス、そして義理の姉妹と一緒にマーティン・ルーサー・キングの墓を訪れた。その際、コレッタはワシントン DC にマーティン・ルーサー・キングの記念碑を設計する計画についてコレッタはアメリカ合衆国の中心地に エイブラハム・リン・カーン、ジョージ・ワシントン、トーマス・ジェファーソン、そして今や、マーティン・ルー・サー・キング・ジュニアを含む、民主主義の偉大な指導者たちに敬意を表して、彼らを称える記念碑を完成させると述べた。コレッタは、人生の最後の10年間ビーガンになった。コレッタ・スコット・キングは、オアシス病院で、脳卒中と進行中の卵巣がんのための、全身療法を受けていたが、 2006年1月30日の深夜、メキシコにあるロザリオビーチのリハビリテーションセンターで亡くなった。彼女の主な死因は卵巣癌の合併症による呼吸不全であると考えられている。1964年のキング夫妻、ありがとうございます。